おはようございます。ただいま朝7時10分、まもなく出庫なんですけども、今日は私の担当者6403号が、点検整備ということでピット入りしております。ということで今日は、他のドライバーさんのバスをお借りして運行いたします。はい、そしてですね、今日お借りするバスが6002号、杉さんの担当者ですね。オートマチック車ということで、私はオートマチック車がいまいち、得意ではないんですが、オートマチック車が、苦手な、いまいち慣れていないドライバー目線での、オートマチック車の、印象を朝の回送時間を利用して、お届けしたいと思います。はい、それでは、出庫点呼も無事終わりましたので出発していきたいと思います。シートベルトをして、入力してください、確認してください、出発をします。一般道です、空車です。はい、それでは出発します。一般道です、空車です。うちの車庫から、国道に出るときですね、結構勾配がきつくて勢いよく行くと底を擦ってしまう可能性があるんですね。で、その場合にこのオートマ車ですと車高を上げる装置がついてますので、車高を上げてで、行くと、まあ、安心ですね。これは便利機能だと思います。では左右を確認して、私はオートマ車に慣れてませんので、追従モードであったりとか、なんていうんですかね、リミッターであったりとか使い方がいまいちよく分かってませんので、まあ、そういったものは今日は使わずにごくごく普通の乗り方で行きたいと思います。はい、通常のこれ、オートのモードで今発進加速をしていきます。スムーズですよね。
灯が黄色になりましたので減速して止まります。ギターを一つ使いました。この止まり際ですよね。はい、今回はスムーズに止まれました。なんか普通に静かに止まれる時と、なんか最後ガクガクガクってする時とあるんですけどね、その違いはちょっとどういう時になるのかっていうのは私には分からないですけど、今回は静かに止まれました。信号が青に変わりましたので発進します。そうですね、普通に発進加速する分には非常に滑らかでスムーズですよね。はい、ここから少し下り坂です。オートのモードで、下り坂で、アクセルを離しますと、なんか E っていう表示が出て、これエコノミーなんですかね。なんかあの駆動力が切れたような状態になりますね。そうするとちょっとなんていうんですかね、あの坂道下り坂で、あのなんていうんですか、転がりすぎるんですね。点ブレが効いてない状態になるので。そこはあんまり好きじゃないところですね。ハンドルは、なんか太くて握り心地が良くていい感じですね。はい、青になったのでまた発進します。でこの先、インターから高速道路に上がっていきます。高速道路に合流しますので、今あのダイナミックモードに切り替えました。高速に合流するときはやっぱ加速が大事なので、安全優先ということで、ダイナミックモードを使った方がいいと思います。それぐらいの切り替えぐらいは私でもわかるんです。安全装置がついているので、そこはやっぱ安心ですよね。あの巻き込み確認のセンサーとかついているので、やっぱあの巻き込みっていうのは非常に危ないっていうか、まあ、あの長年乗れば乗るほどなんか怖くなってくるっていうところがありまして、巻き込みのセンサーがついているというのは一つの安心材料ですね。上り坂で今5
速に落ちましたね。そして上り坂が終わって6速に上がりました。になりますとやっぱりいいになりますね。やっぱりちょっとスピードが上がってきてしまうのでリタードを一つ使います。リタードを入れると同時に発速にシフトダウンしてしまうんですね。でその時に少し、まあ、減速のショックといいますかが感じられます。坂なんで、ちょっと強制でシフトダウンしてみますね。はい、これで7速になりました。ちょっときつい坂なんで、もう一つ落としてみますね。はい、6速。この強制でシフトダウンするときってすごくスムーズで、三菱操作の技術すごいなと思います。高速を降りていきます、リタードを1つ2つ使いまして、はい、結構の急カーブなんですけども、ブレーキは踏まなくても全然大丈夫ですね。リタードがよく効いてくれます。2つしか使ってないんですけどね、非常によく効いてくれます。減速していきます。はい、非常によく効いてくれますね。一般道です。空車です。私がね、オートマチック車が苦手だというと、
安全上大丈夫なのかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、それはまた別問題なんですね。あのオートマチック車っていうのは、まあ言ってみれば運転が楽というか簡単になってますので、安全はより安全なんです。ただそれをスムーズにショックなく乗りこなすのが苦手っていう意味で、安全上の問題とはまた、別な話で、まあ、安全上のことで言うと、まあ、バスが新しいだけにいろんな安全装置もついてますので、より安心と言えると思います。まあ、私もオートマ車嫌い嫌いと、まあまあ、まあ半分ネタみたいなことで言うんですけども、まあね、三菱ふそうさんが最新の技術を結集して作ってるので、まあ悪かろうはずがないです。素晴らしい車だと思います。ここからね、少し、急な下り坂になりますのでね、またリターダーを使っていきます。リターダー1つで、今5速で下ってる状態ですね。まあ、それでも少し、スピードが上がってきましたので、もう1つリターダー2つ目ですね。オートマ対マニュアル徹底討論っていうのを前にやったんですけども、でその時に岡弘さんっていう方が、リターダーは2つで十分なんだとおっしゃってましたが、まあ確かにそうですね。通常の道であれば2つあれば十分聞いてくれると思います。止まりかけての再加速。はい。まあ、スムーズに変速してくれますね。リターダ1つ、2つで赤信号なので止まります。なんか最初の頃にオートマ車乗ってなんか嫌やなって思ってたのが、なんか解消されてるって言いますか、何かこう思い過ごしみたいなところもあったんでしょうかね。思い込みと言いますか、
はい、今回もスムーズに静かに止まってくれました。いいバスですね。はい、間もなく信号が、はい、変わりましたので、左右を確認して、巻き込みを確認して、ちょっとカクカクってしてしまいましたね。はい、発進します。会社場所のホテル到着になります。最後の左折ですね。リターダを1つ使って減速して左折、そして本日のホテルに入るときには最後少し急な坂を登っていかないといけないので、最後はまたダイナミックモードを使ってみたいと思います。点ぐらいまでですかね。引っ張って速に上がりました。まもなくホテル到着です。まあ、結果いいバスですよね。はい、それはもう間違いないです。非常にいいバスです。はい、無事到着です。はい、お疲れ様でした。